はい、皆さんこんにちは。それでは今回もやっていきましょう。でですね、前回は見事に負けてしまいましたが、そうだね、頑張っていくしかないね。前回は和田にねきっちりやられて、まあ結構点は取った方なんですが、まあ打たれすぎだよね。ホームランを止められないっていう。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの2人。だから敬遠でもいいのかもね。田村がねもうどうしようもないんだよな。なんでアンドゥには頑張ってもらいたい。頑張ってもらいたいんですが、どうでしょうね。大変だね。これあれか、うわでもな、左でもな、結局ホームラン打たれたからな。もしかしたら最終的には、能見とかに頑張ってもらうしかないのかもしれない。アウト。おお、いいね、ラッキー。これはラッキー。今のはラッキーだね。お、いいよ。これは出だしがついてるかもしれない。なんでまあランナーがいないときは田村には勝負して、ランナーいたらやめましょうか。敬遠でもいいよなこの人な。これはポテンヒットか。あ、取れるんだ。あ、調子いいね。まあ、福原もこんな感じだったよね。そしてホークスの先発ピッチャー荒垣、連勝でリードを奪えるか。荒垣、この人もいいよね。まあでも和田ではないのでチャンスはあるのかな。左じゃなければ、お、これはラッキー。これは盗塁しましょう。で、藤本ちゃんがそろそろ頑張ってほしいところなんだけどな。おっしゃ、この足は本当に素晴らしいですよ。素晴らしいね。で、藤本がカキンとカキンと。早いな。早すぎる。前に飛ぶんでしょうか。依然2エンド2変わりありません。あ、これはポテンヒット来たよ。あ、ファールか、これ。これもファウル。頑張れ。カウントそのまま。いやー、ちょっと合いそうで合わないな。カウントそのまま2エンド2。これはボールです。あ、これファーボール？なんとかボール。今の何？なんとかボールってあったよね、今ね。パニッシュボール。何今の。これで決めるか。こんなボールあんの？これポテンヒット。あ、ダメなんだ。ポテンヒットなかなかならないよね。なんとかポテンヒットを頂戴したいんだけどな。あー、これは。うまいこといかないね。新垣いいんだな。お！入った？入れ入れ入れ、おっしゃ、これは素晴らしい。これはなんとか勝ちたいな。変化球が来てですね、それをしっかり打ってますよね。さあ今のシーンです。いやー、金本調子変わんないね。いいね、助かるな。で、今岡も勝ちコーンと。やっぱこう1回1回だよね。初回に
点を取れるのかどうか。で、あとはね、意外と落ち着いて、抑えられちゃうんで、鳥谷がちょっと調子がまだ上がっていないんですが、なんとか頑張ってほしい。見逃しが増えてるよね、鳥谷。結局調子上がってないよな。お化けやばいよね、ほんと 3-4-5 おかしいんだよね、これ。これはファール。うちもこれぐらい欲しいよね。まあ、金本は頑張ってるけど、まあヒットはしょうがないね。で、前回小久保にホームランを打たれて、終わりだったんで、まあでもな、打たれるよな、誰かには。これはセカンドの上、セカンド後ろに下がります。終わりました。ワンアウトになっています。アンドゥでは取りたいよね。小島で運よく一勝できたんで、この後どうするかだよな。とか言ってたらダメだな。この試合に集中しましょう。頑張れ頑張れ。まあ1戦目2戦目ともにね、6点取られてるんで、まあ、7点取らないと勝てないっていうねとんでもない打線なんで、向こう。だからホームランなんだよね、結局。ホームランでランナーいるときに打たれて、2、3点、2、3点が余計なんだよね、多分。だから敬遠かな。でもな、そんなこと言ってたら満塁になっちゃうからな。ある意味博打だよね。だからどうかな。継投早めにやっていくしかないのか。いや、継投してもホームラン打たれてるからな。元気のないボールが転がります。一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。そして次の8番、他にいないからな。安藤、福原。お、いいね。いいよいいよ。三振に終わりました。さあもう一度見てみましょう。この人に打たれすぎだからね。やたらと下位打線に打たれてるんで。打順が、まあ甲子園で2勝はしておきたいよな。だからピッチャーをどうすんのか悩ましいな。ここまでの失点が2となっています。3球目、うわー、早い早いな。惜しいね。次が4球目、無事に来たレースだよね。インコース危ない。パニッシュボールって言うんだ。低め中心の組み立てになってますからね。はい、今日は低め。初めて見たわ。なんだろう、パニッシュボールって。これは強烈な対抗。おお。今のはなんだ、エラー。抜けてったのや。これはラッキー。だからこれを得点にしたいんだよね。赤星が出ればチャンスはある。赤星が出ないとどうしようもできないと。ここでな、バントを選びたいんだよね、本当は。バントしろっていうね。それをな、指示できれば最高なんだけど、まあ、そういうわけにはいかないと。藤本が機能してないな。で、さっきは見逃しの三振でしたが、どうでしょうか。
ダメか。どうするかな。いやでもまあ、いやでもな、どうしようもないな。今のはどうしようもないか。これはアウトか。でここから1番なんで 1,2 番を抑えて本田じゃないわ田村と勝負がいい。出さないようにしたいよね。出したらもう KND かもな、マジで。どうしようかな。田村に1回も勝負しなかったらもうそれだけで、だって今は2本打たれたでしょ。3試合やって、じゃあ2試合やって2本打たれてんだよ。えどうだっけ、2本打たれてないっけ、1本だっけ、どうだっけ。僕もと間違えた俺。まあだから1人と勝負しなかったら、いやでもな、その後ヒットを、まあこれ敬遠してみましょうか。敬遠。さあ打順が移っていきます。3番バッター、タム。ホームラン打たれるんでやめておきましょう。オーケーオーケー。このフォアボールでランナー二塁一塁となります。で、そうだね。まあ。そして次やってもらうしかないか。さあカウント2エンド1。これは外れました。さあカウント2-2。どうだ、どこに投げるか。おっしゃ、思いっきりスイングしましたが三振です。最後はいいよいいよ、ストレート空を切らせました。完全に三冠王と勝負なんて気狂ってるけどね。さあ5番はどうでしょう。2回の前の打席、完全に気狂ってるよね。第2球はどういく。ああこれになります。この回おっしゃということになるんでしょうか。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。いやー博打すぎるなこれ。だってホームラン打たれないわけじゃないからな。前回打たれてるしな。ただ田村の印象がね、俺の中でやばいんだよね。トータルで考えたら田村に全部敬遠した方が得点率は多分下がると思うんだよね。どうだろうっていうぐらい俺のイメージはやばいんだよな。ああ鳥谷これもうバントさせるか。ダメだね、まあ、守備がいいんでね、まあいいかなと思ってやってんですが。凛ちゃんもダメだね。変えましょうか。次鳥谷はちょっともうバントも視野に入れて、バントしないのは金本だけかな。で678678できっちり抑えたいよね。で9挟んで1でしょ、2。いやーうまいこといかんな。まあでもダブルプレー取れればまだワンチャン。下位打線にさ打たれすぎなんだよね。2割7分とかで、ダブルプレーダブルプレー。1点はもうしょうがないんで、いや1点もダメだよ、こっち点取れないんで。これは OK でダブルプレーで終わり。頼むよ、なんでやねん。アウト、これはラッキー。まあ予定通りではありませんでしたが、まあまあいいでしょう。ゲームは
いやー、渋い試合になってんな。で、今9番だから1、2でランナー出たらまた、やってみましょうか。敬遠で。ただなー、そろそろ打たれそうなんだよなー、三冠王に。完全な博打なんだろう。あ、固め打ち。待てよ、藤本どうしようかな、変えるかな。いやでも打ってくれ、そろそろ打つんじゃない。俺の予想ではそろそろ打つよ。2割7分なんで。おっと、ファーストランナースタート、ストライクになったが二塁どうか、スチール成功です。よしよし。でここから藤本が勝ちコーンと。この5回途中までを投げ打たれたヒットが5本。見逃すなよ、くれよ。さあ1球様子を見るか。内へ低めのボール、2エンド1になりました。151、元気いいね。これは今のよく見ましたね。パニッシュボールかな。先制タッチしたが、これは2塁はセーフです。パニッシュ、パニッシュくんの。うわ、なんだそれ。いや最悪、これは良くないな。ゲームは5回まで終了しています。タイガース。で1、2で抑えたい。まあでも抑えたら逆に危ないかな。いやでも抑えた方がいいな。抑えれないな。あ、これファール、ファール、ファール。オッケー、危ねえ。これ打ちすぎでしょ、この人。どんだけ打てるんだこの人たち。アンドゥにも完投してもらおうか。あ、でもな、これ早めに系統行くかな。後半戦に使えるように体力温存しておくっていうのもいいかもね。多分これ最終戦まで行くと思うんで。まあ抑えれないよね。で田村は敬遠で。さあホームランです。ここまで許したヒットの数は5となっています。ボール3つになったが、おーしゃ、ここを歩かせました。歩かせて塁を埋めました。で松中でダブルプレー。ここは試合の流れを決める松中でダブルプレーっていうのこれ気狂ってるよね。完全に気狂ってるよね。頼む、そうですよね、アンドゥ頼むよ。ダブルプレー、ダブルプレー。うわー、今当たったんだ。よく分かってなかった。打たれるか。まあ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 、じゃあ国防でダブルプレー、国防でダブルプレーお願いします。出ない出ない、もう出ないって。この回ヒットを2本打たれています。田村はやばいけど国保は出ない。おっしゃ、今のはね変化球を引っ掛けてますよね。あ、ここはうまく打ち取りました。で油断せずにアダムちゃんを抑えてね。頼むよ、頼むよ。おっしゃ、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。これは心臓に良くないなこれ。次の打順はクリーンアップから始まります。お、変わった。神内は前回打ったよね。連投してんな。6回の裏タイガースの攻撃、この回クリーンアップから攻撃となります。あ、だからそうか、最終戦までまた使いたいのかな。俺もそれ考えた方がいいよね。アンドゥでこれだけやれるんなら俺も変えといた方がいいのかもな。でもな、打たれるからな、不安でいっぱいなんだよね。いやでも変えた方がいいかな。最終戦でアンドゥ使えないかな。
休み1日ずつ入るんで使えそうなんだよな、ちょっとぐらいは。タイガース、ここで2番手ピッチャーにスイッチします。金沢、2点リードの場面、マウンドに上がります。ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。はい、前回ね調子の良かった金沢さんに託してみましょうか。次の4球目は意外と相手と相性いいんじゃない。どうだろう。7回を任せて8回に、そうだな、吉野かな。で9回に藤川。金沢さん良くない。これセリーグとやった時なんかそんな感じじゃなかったんだけどな。打たれたよね確か1回使った時。これはファール。いやーそうか、これは良くないね。まあ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 、もう打たれないでしょう。4安打はさすがにない。王者金沢仕事した。あ、藤岡だ。向こう同じだね。ここで3番手ピッチャーに変えます。藤岡、毎回同じ人が出るんだね。なので鳥谷がそろそろ打ってくれるんじゃないでしょうか。あ、鋭い打球、初球捉えました。おほほほ、いいね。これ1点欲しいな。バントしてスクイズしましょうかね。そういうことですよね。やまった。バント上手い人にしましょうか。確実に。いや待てよ、スリーバントの方が大事か。まあ、リンちゃんバントぐらいできるよね。できるよねお前。やってみ。で三塁にしてスクイズ。おっしゃ、うまい。ピッチャー取りました。ファーストへ送ります。お、セーフじゃ。あ、何やってんの、滑り込めよお前。これでワンアウトです。で可能がまあそのまんまスクイズでいいんじゃない。やれるでしょう。そして8番、確かバント持ってるよね。やれるはず。やれ、完璧。これが岡田野球や。なんかリアルの阪神とちょっと似てきてるよね。いやまあまあホームラン打ってるんでね、違うんで。あ、これ金沢さんお疲れで代打で飛騨号とか出しとく。気分転換にやっとけお前。行ってこいお前。金沢さんキーマンになるかもな。誰でいけるってことは誰だっけ、いたよな、太陽とかもいけんじゃない。誰だっけ、名前出てこないわ。なんとか健太郎さんとかいるよね。頼むよ。で大村、田村か。ランナー出なかっても田村はパーボールでいいかな、敬遠でいいかな。あー、これはダメだな。そうですね、ちょっとミスったな。変えましょう。でここで勝負。え、勝負すんのって、ね、多分田村ビビるよ。ビビってダブルプレーになるから見てて。ビビビビって、勝負してきた。あー、ダブルプレーにはなんなかったね。でまあ松中もまあ多分ナックルで打てないでしょ。ほら、あ、今のファーボールなの。それは想定外。しかし
奥棒を抑えると。まあでもフォアボールでよかったね。カウント変わらず2打席狙っ、おっしゃ、空振り三振、インコース空振り、ダブルプレーにはならんか。山崎ピッチャーに回ったところで代打を告げました。変えていいですよね。山崎、ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。うわ、何これ、4割ってやばくないかい。山崎、バッティングカウントになった。真ん中打ちました。これはポテンヒットか。まあまあ1点はあげましょう。オーケーオーケー、いいよいいよ、1点はいい。でこれで抑えましょう。8回なんで、で9回は藤川で抑えると。あれちょっと予想が違うな。まあまあまだ3人なんでね、いいでしょう。いやいける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 、いやいけないかな、いけないな、ホンダだから変えましょう。じゃあ中村さんにして左で抑えましょう。いやー系統ミスったな。かな、いやでも金沢さんな、大事なんで。貴重な右の抑え、中継ぎになってきたかもしれないんで。8回裏、1点欲しいな。まあ1点もいらないかな、もう藤川で抑えるんだ。で藤川でダメだったらもう負けでいいでしょう。おー赤星これ何安打してる、これやばくないか。固め打ちの赤星、盗塁し放題の赤星。待ってよ、いやまあまあこのままでいいか。関本な、代打じゃないわ、あれ DH ないから出てないんだよね。これいやでもアンディもな打ちそうなんだよね。ストレートはこれは決まりません。これはねバッターよく我慢しましたよ。あんまり打ってないと逆に後半打ちそうだなっていう。ただの運ゲー、運頼みなんだけど。あーいいね、進塁だ、これがいいよ。で俺たちがやるのはいつの時代もスクイズということで、これをね、これがうちの一番大事なポイントなんで。やれ、完璧。よし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 、赤星が出たらもうこれだからね、2番にね進塁打してほしいんだよね。ノーアウトで赤星が出て盗塁して進塁打打ってワンアウト三塁、打ってもよしね、犠牲フライでもよし、バントでもいいよっていう。緩いボール打った、左へ行った、取って一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。いや今の1点はでかいな。8回までゲーム終了。しかしタイガース、タイガース6番手ピッチャーに変えます。藤川、この2点差の場面でのマウンドになります。さあ最終回どんなピッチングを見せるのか。頼む、こんなに頼りになるエースが、エースじゃない、抑えだ、抑えがいることに感謝しないといけないね。おおっと、うなっている、火の玉がうなっている。これはいけるんじゃないか。いやまだ白い歯を見せたら負ける。この 1,2 番がねアホほど打つんで。おお、格の違いが、これ大村で終わらないから、これどうしようかな。いやー出たらやばいよこれ、出なくていいよ、取って取って取って、これ出たらやばい。いやー、ふう、これいやーまあ、うん、勝負しようか。いいよこれ、藤川対田村、
これで終わるか。打っていった。この打球はライトへ上がった。まあ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 、まだ1点、1点取られてもいいんでね。ヒットならいい。で、ここら辺でガス抜きしといてもらって、で、次の試合また敬遠っていうね。頼む！これ取れる？おっしゃ！ちょっと相手がもうしんどいわこれ。ちょっともう勘弁してくれませんかね。もう戦いたくないんだけど。いや金沢さんがね、思ったより相性いいよね。なんだろう、ちょっと頼りにするしかないかな。金沢さんを一応上げてるのは一軍に、なんかスキルでね、なんだっけな、接戦か何かそういう一個だけスキル持ってんだよね、金沢さんだけ。まあ、なんで面白いなと思って上げて使ってみたんですが、意外といいんじゃない？というわけで渋い試合を、まあ、2点で抑えれる。これはもしかしてあれかもね、田村を敬遠しているのがもしかしたら吉と出ているのかもしれない、かもしくは気が狂っているのかもしれない。はい、というわけでね、今回は運よく勝てましたということで、お疲れ様でした。